旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のリクです。今回は自然の魅力があふれる西表島をご紹介します。沖縄県といえば旅行先の中でも特に人気の高い場所ですよね。沖縄の魅力は何といってもあの透き通った綺麗な海なのではないでしょうか。そんな綺麗な海を持つ沖縄県にはたくさんの離島があるのを知っていますか？日帰りで行くことのできる島もあれば宿泊施設やアクティビティが充実している島もあります。今回はその中でも西表島についてご紹介していきます。東洋のガラパゴスとも呼ばれている西表島には美しい自然や貴重な動物などたくさんの魅力がありますよ。この動画で紹介されていないおすすめのスポットがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。西表島とは石垣島から船で約40分のところにある西表島は島の 90% が熱帯の森で覆われている、まるでジャングルのような自然の美しい島です。島の面積は284平方キロメートルで沖縄本島の次に大きな島となっています。沖縄本島よりも台湾の方がはるかに近い西表島では夏の日没時間が遅く、なんと夏至の頃は夜8時ぐらいまで明るいというのには驚きですね。雨が多いため川が多いことも島の特徴です。西表島には空港がないため行くときは石垣島から出ている船に乗る必要があります。まずは石垣島まで飛行機で行きましょう。沖縄本島から石垣島までは飛行機で約1時間、東京からだと約3時間半です。石垣島から西表島までの行き方は2つあり、どちらも出発地点は石垣島の市街地にある離島ターミナルです。そこから西表島の北にある上原港に到着する便か、南にある大原港に到着する便か選ぶことができます。運賃は上原港までが片道2390円、大原港までが1830円となっています。かかる時間は上原港まで約40分、大原港までは約50分となっていて、どちらも高速船とフェリーの両方が出ています。ここで注意しておきたいのが上原港と大原港の距離がバスで約1時間あるという点です。せっかくなら効率よく観光したいですよね。自分の行きたい観光地や泊まる宿はどちらの港から近いのか事前にチェックしておくことをお勧めします。同じ沖縄県とは言ってもさすが離島、そう簡単には到着できませんね。西表島の自然。西表島にはご紹介したい自然や動物がたくさんあります。まず西表島のビーチで有名なのが星砂の浜です。名前の通り星の形をした砂があることからこのように呼ばれている星砂の浜は波が穏やかなので家族連れでも楽しむことのできるビーチです。海の透明度も高くシュノーケリングをすれば綺麗な魚たちに出会うことができますよ。星の砂をお土産にするのもいいかもしれません。ピナイサーラの滝という西表島の中でも最も落差の大きい滝もあります。その落差はなんと55メートル、遠くからでも十分見応えのある滝です。ピナイはヒゲ、サーラは下がったものという意味で、遠くから見ると老人のヒゲのように見えることからこのような名前になったそうですよ。滝の上から島全体を一望できる景色も、滝の下から見上げる景色もぜひ体験してほしいです。滝のパワーとマイナスイオンを感じれば心もリラックスできそうですね。トレッキングやカヌーのツアーも行われているのでぜひ参加してみてください。世界中で西表島にしか生息しないイリオモテヤマネコを知っていますか？名前は聞いたことがある方も多いかもしれません。絶滅危惧種となっているイリオモテヤマネコは島に住んでいる人でもほとんど見ないそうで、もし見ることができたら相当ラッキーなのだとか。体に小さなまだら模様があり目の周りが白くなっているのがイリオモテヤマネコの特徴です。
観光中に出会える可能性は低いですが、森の中で偶然出くわした方もいるみたいですよ。西表島に行った際には、西表山猫の存在を頭の片隅に入れておくと、観光の楽しみも増えるのではないでしょうか。西表島のアクティビティ、自然豊かな西表島では海や川でのアクティビティも充実しています。西表島に行ったらまず体験してほしいのがカヤックです。仲間川という日本最大のマングローブを見ることのできる川では、カヤックに乗って珍しい生き物やマングローブを間近で見るツアーが人気です。マングローブとは植物の総称で、海水と淡水が混ざり合う特別な環境で育つ植物のことを指します。マングローブという名前の木があるわけではないのですね。このマングローブをカヤックに乗って見ることができるなんて、なんだか冒険に行くようなワクワクした気持ちになります。西表島からわずか400メートルのところに小さな島があります。島の名前は湯布島。島の周囲は2キロで、歩いても1時間ほどで回ることのできるとても小さな島です。この湯布島に行くために乗るのが水牛車なのです。牛が私たちを乗せて海を渡ってくれるんですね。この水牛車に乗ってゆったりとした時間を過ごしながら湯布島へ向かうと、非日常の空間を味わうことができます。また西表島の綺麗な海を体感できるシュノーケリングやスキューバダイビングもおすすめです。半日で体験できるものも多いので、午前中は海に入って魚たちと過ごし、午後からは島をゆったりとお散歩なんて一日もいいですよね。美しい自然のパワーをたくさん感じることができそうです。西表島のグルメ、旅行といえばその土地の美味しい食べ物をいただくのも楽しみの一つですよね。まずおすすめしたいグルメはマンゴーやパイナップル、ドラゴンフルーツなどの南国フルーツです。西表島の豊かな土地と太陽をたくさん浴びた新鮮なフルーツをぜひ食べてみてください。中でもマンゴーはとっても甘く、一度食べたら忘れられない味になること間違いなしです。ほとんどのフルーツは夏が収穫時期なので、フルーツを食べたいのならば夏に行くことがおすすめです。ノコギリガザミというカニを知っていますか？別名マングローブガザミとも呼ばれているこのカニは、西表島のマングローブに生息する高級食材なんです。大きなハサミを持っていることが特徴で、なんと1匹1万円ほどするものもあるんだとか。分厚い殻の中にはプリッとした濃厚な身がぎっしり詰まっています。西表島の食堂やレストランなどで食べることができるので、ぜひ行った際には食べてみてくださいね。西表島でおすすめしたい宿泊施設、自然に恵まれている西表島では満天の星空の下でカヤック体験をしたり、早朝から朝日とともにサップ体験をするなど、宿泊した人だけが楽しめるアクティビティもたくさんあります。家族や友達とワイワイ過ごしたい方におすすめの宿泊施設はラティーダ西表リゾートです。沖縄らしい赤レンガのコテージに宿泊できるので、周りを気にせず自分たちだけのプライベート空間を楽しむことができます。小さいお子さんがいる方でも安心ですね。目の前には美しい海が広がっているので、朝早く起きて海辺をお散歩するのも良さそうです。現地の方とコミュニケーションを取りたい方は民宿やペンションもおすすめです。オーナーとの会話から穴場スポットを教えてもらえたり、こだわりの家庭料理が食べられたりと、島の雰囲気をより一層感じることができますよ。オーナー自ら島の案内をしてくれる民宿もあるそうなので、ぜひチェックしてみてください。今回は西表島についてご紹介してきました。いかがだったでしょうか？綺麗な海に壮大なマングローブ、美味しいグルメにアクティビティと、たくさんの魅力がある島でしたね。石垣島から日帰りで行くことも可能ですが、こんなにたくさんの見どころがある島なので、せっかくならばぜひ1泊2日などの宿泊で行ってみてください。夜には星空も見ることができて、さらに西表島の素晴らしさを感じることができますよ。沖縄県に旅行に行く際にはぜひ西表島まで足を伸ばして、たくさんの美しい自然を体感してみてくださいね。
旅行の達人が運営するLINEアットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。